ああ、いいブロックしましたね、今。岡山がなんとかしのいでいます。もう一度大竹のコーナーキック、中へのボール、押し込んだ。あ、これはね、高杉選手の執念感じましたね。見事なヘディングシュート。まあ、なかなかね、合わせづらいところではあるんですけども、ここでそれた後の、まあ、これ気持ちを非常に感じるね、いいゴールになりましたね。さあ、これでね、1点差なので分からなくなりましたよ。その前は旗だったでしょうか、首を振ったボール、ファーサイドへ流れてきたボールに高杉が飛び込んできて頭で押し込みました。長崎3対2、ゲームは90分を回ってアディショナルタイムに入りました。後半のアディショナル